すっ、いや、そいつに近づく。刀すらないんだ。だからといって命の恩人を見殺しにはできないだろう。誰にも話してない。侍だ。あんたの飯はないよ。悪いな。元よりもらう気はない。太田家族に襲われたようだな。皆無事か。道春様のおかげでね。野営の世話をしてくれた。だが俺たちを守るため猛虎に連れてかれちまった。どこへ行った。わからねえ。探してるところだ。手を貸そう。己を投げ捨てられる稀有な男だ。小仏なら何か知ってるはずだ。夫が衆を率いてる。こりゃ驚いた。侍を見たのは15年ぶりかね。最後に見たのは坂井家のものか。そう、あの襲来以来奪えるものは残っちゃないよ。猛虎のせいでね。道春という御坊を助けたい。そうなの。今夫らが探し回ってる。猛虎を追って橋の方へついといで。お主は残れ。荷が重いだろう。手伝いたい。道春様には世話になってんだ。
こっち。さっきは疑っちまったね。すまなかった。たくさん失ってさ。その腕も戦で幼子にとっては甚だ辛い傷だったであろうな。馬屋に侍が逃げ込んでね、飯をやったんだ。父に見つかって腕を切られた。敵を施した腕だってさ。むごいな。重すぎる罰だ。父は正しかった。次の夜侍が戻って皆を殺し回ったから。それからは道春様が親代わり。こうして生きてるのはあの方のおかげなの。あれは何だ。人が切られておる。まさか。待て、俺が見る。心地が悪い。深く息を吸え。初老の男だ。六郎、八重の心臓、夫と一緒だった。ワコードだ。顎に傷がある。金次だね。妻も子もいるのに夫は逃げたのかね。すぐに猛虎を見つけねば。米だ。お主の野営のものだな。そうだね。残らず奪われちまった。後をたどろう。こやつに正体を知られたくないの。身を切られ村を焼かれたのだ。己の父の慢心がゆえに。さっきの私の問いにまだ答えてないよ。夫は逃げたの。今は黙って走れ。そうだね。でも足と腰が。我慢しなきゃ。道春様のためだ。それに夫のことも放っておけない。見つけたぞ。私が夫婦になるなんて思いもしなかった。東郷といると何でも叶った。それなのに。静かになるまでここで待て。浜におるぞ。様子を探ろう。兵長、来い。そうだ、道春様。縛られておるな。じきに切られる。ああ。東郷、怪我してる。わからん。我らが気づかれれば殺される。どちらもは救えぬぞ。夫が死ねばこやつの心は潰れ、坊主が死ねばこやつの望みはついえる。頼むよ、二人を助けて。両方は助けられん。近づけば猛虎に見つかる。そうなればどちらかなんて選べない。やれることはしよう。
終わったのか。あんたは命の恩人だ。礼は妻に言え。あんたのおかげで助かった。でも野営の奴らが、道春様の施しがなけりゃ生きていけない。他に頼りとする場所は。今は動けないことに私は身持ちだから。まことか。なんとかなるさ。野営に戻ろう。家族で支え合って暮らせ。達者でな。恩に着るよ。小仏、道春様を埋めてやろう。手を貸してくれ。どうすりゃいいかな。秋うどんの粉はたっぷり飛んでそうだ。
じゃねえか。死にに行くつもりかよ。やはりできるな。Legion Harsinta, you wait!火の神を祀ったものか。朽ちておる。俺が追い払うまで馬はいなないておった。しっしゃ。この家は父上が模した海賊の隠れ家。ようやく思い出した。直ちにここから立ち去る。そなたのことを覚えておる。そなたが来て以来この地は死んだままだぞ。果たしていかほどの菊草をその手で模し尽くしたのであろうな。答えてみよ。俺も知りたいほどだ。二度と息を傷つけはせぬ。ならばされ。さすれば菊草も不安なく蘇ろう。猛虎は人の命も草の葉も容赦なく刈り取る。この地を奴らに踏み荒らしはさせん。俺が守ってみせよう。そなたがあらずば蘇るのだ。なれど言うとも聞くまじか。来い。
ミユ、奴らは森を潰し息を奪うための材木としておる。散らせ。その後そなたも失せよ。霧で中は見えんが声がする。二度と森を潰さんよう懲らしめねば。どこだ。瞬く間に隠れた。足跡はない、うん、一番手は誰だ。これ騎士ナンコン軍ウカを見せぬか。では聞け。こたびはこの地を守った。借りは返せただろうか。厄介事は持ち込むな。厄介事か。し、人に見られてはなりません。糸と申します。森に囚われてるんです。他の人も私の兄も里に返してくれません。どういうことだ。その森とは。周りを見て。全て善信という僧の信者、皆全身に乗せられて猛虎に仕えています。そうが猛虎に寝返っただと。ここは変です。皆が傀儡のようで、私は従ってるように見せてますが。ここから出してやろう。お主も他の者も。よかった。ですが森を殺さないでください。全身の言葉にただ操られてるだけなんです。いいだろう。では信者だと偽り、寺の内から他のものを探してみよう。教えは奉公に宿るという言葉がお役に立つかも。間もなく全身が森に降釈するはず。この道を行けば人に見られず聞けるかと。さあ立ってください。今のうちに。大高族に仕える僧か。直ちに明らかにせねば。どの森も満足そうな顔をしておるが、本心なのか。もうこのものだ。この寺を足場にして南を攻めるつもりだろう。あやつが前進。まず大高様はわしに夢を見せた。侍の襲来によって苦しめられるために、腹をすかせ血を吐いながら救いを求めるために。夢だと。大高の毒を飲んだのだろうか。しかし新たな道もお示しくださった。大高族に仕えれば抱えきれぬほどの福を得られるのだと。今宵ご一族が恐怖を安らぎに変えてくださる。さあ禅を備えよ。大高族は今宵来る。その前に皆を救い出さねば。
装い寺に入り捕虜の居所を突き止めよう。やあ、腹からよ。当山の番頭だ。侍から身内を救ってもらって以来、善信様にお仕えしてる。なぜこの寺に参られた？糸という娘から善信様のお言葉を聞いたのだ。よろしければ捕虜の番をしよう。あの者らは捕虜にあらず、苦しみにより心を失ったまでだ。本来は教えの意を悟るまでとどめるが、そなたには不要とお見受けする。そして直に息の皆も悟るだろう。大高様は我らの人力をお認めくださった。今宵ここに入りきらぬほどの褒美を携えて寺に入れますそうだ。ここを足場にしてお言葉を広められよう。息の端から息の外へも。まさに夢のようだ。さて今は急ぎ仕上げに取り掛からねば。さあこちらへ。手を借りたい森の者がおれば助けてやりなさい。ありがたい。よく励もう。何故あがく。この者らは下るのだ。己の未来よ。あんた見ない顔だね。森は私が決めるんだけど。寺の番に手を貸すよう頼まれた。善信様の教えを学びたい。さらば私らの腹からだね。善信様の教えに従えば安らぎを得られるよ。そうであろう。なれども他の腹からはどうだ。教えを説くためよその者を誘ったとか。そうさ、苦しみから救ってやるんだ。その者らはどこだ。森が近づけないところさ。そこでは百姓の女子も戦に慣れた男も皆教えに従うようになる。ではよく働け、腹からよ。よるでない。そうか、奉公をと思ったのだが。中の奴らに飯を持ってきたよ。入ることはできんか。出ることも。この小屋怪しいな。扉が開いたら逃げるよ。バンがいるぞ。バカを言うんじゃない。ここから出たければ教えに従うしかないんだ。ここか。今逃がせば血が流れる。人目がなくなる時まで待つか。十分に探った。逃がすべき時を見定めよう。おい新参だな。こっちに寄ってけ。腹からよ。しばし休んでもよいか。来い来い。だが酒を飲みたいってんならどっかから持ってきな。どうしてみんな寺に来ないのかね。大高が来てくれれば誰一人飯の苦労をしなくて済むってのに。酒の苦労も。使えてりゃタダで食える。寝静まった。動くなら今だ。あやつらはすでに自由。恐怖にとらわれておるのは己だ。
けに来たぞ。教えに従うか、私を試してんだろう。いや、思いたがうな。ここに囚われておる者を救いたいのだ。糸という女子はどこだ。さあ、見たことない。うん、他の小屋であろうな。来た、大高族が来たよ。おい、アルボ。次の番は猛虎か。俺が番を倒しておこう。その後逃げよ。セルムンバイス。おい、うどんくくちゃんな。外に向かわせる。さあ逃げよう。共に里へ帰れ。他の人は欺かれてただけで殺される道理はありません。猛虎は始末しよう。全身と語らねば。二度とあってはならんことだ。命までは取らないで。良い方だったんです。大高族が息に来るまでは。逃げろ。ここにおれば見つかる。いけません。妹を見つけなくては。糸か。ええ、知ってるんですか。すでに助けた。行け、お主を待っておるぞ。ああ、ありがとうございます。ご武運を。寺の中だろう。ネギオン発進だ。
せない。これほど尽くしたのだ。うわ、殺さないでくれ。見誤るな、大鷹はここにはおらん。だが大鷹の毒は俺も食らった。それゆえ幻が見える。その度己の弱さを深く知るが、決して潰れはしない。お主もそうだ。何が見える？叫ぶわらべ、侍に村を焼かれ、空手のわしに食い物を買う。なだめようとするか、泣き止まず、もう耐えきれぬのだ。耐え抜くのだ、今宵だけは。鷹の声か。弱くなった。わしはこれまで罪なき者らに何を語った？何をしてかした？愚愚であった。信者に全て打ち明けよ。大鷹族は恐怖で我らを操り、下人にすべく企んだと。急に服するため務めよう。その後寺を離れる。大鷹の声が消えるまでは。いつか安らげるとよいな。痛み入る。いかような過去があるか存ぜぬが、そなたは勝てよ。何か変わるか。